雑系っていう学問のジャンルがあって、そこに創発現象みたいな言葉があるんですけど、例えば鳥の群れがいて一個一個はそんな意識しないんだけど、全体で見るとこう複雑な動きをしてたりとか、プログラミングをする上でそういうのもコードで表現できる結構重要な要素だと思ってまして、で一個一個はすごいこれ単純なルールでできていて、隣のピクセルが光っていたら自分はどうするとか、単純なルールの組み合わせによって複雑なルールを生み出してる。であとこの裏側にコンピューターがついてまして、普通の映像とかだったら10分のループとかになってると思うんですけど、これはその瞬間でしか見られないような映像をずっと裏側のコンピューターが生成し続けてる。お互いのピクセルがこう反応し合って、今日皆さんと会って自分もなんかその影響を受けて生活していくと思うんですけども、まあ、そういう営みが永遠と続いていくというような作品になっています。